確定申告でもやりましょう。そろそろ近くなってきたんで。エリマガチャンネルさんよく聞こえるよ。メインいらっしゃい。半分損失になってる。エリマガチャンネルさん、カズミチは青申告か。青だね、俺は青。俺は青ですね。青です。青色に決まってんだろうがよ、バカ野郎がよ。おい、マイナンバー提出が今年から必要とのことです。マイナンバーいらないんじゃなかったかな。どうだったっけ、前回いらなかったけど。マイナンバーなくしちゃったな俺。プロバイダ料金とかって何割ぐらいで言ってる。 80% は経費でいけるかな。マヒルさんはドツです。やってるね、やってるね。はい、和骨みんな、和骨です。おい、ハートありがとう。マイナンバーです。おー、めんどくせえな。俺は練習何時からやろうかな。何時からやろう。はい、マキルはどつ。プロバイバー料とかって何割ぐらいいってる。 80% は経費でいけるかな。半分とかじゃないの。俺はほらインターネット仕事用に契約してるから、
多分あれでしょ。なんて言うんだ。古代さんはどつ。授業用で登録したら大丈夫でしょ。古代いらっしゃい、久しぶりだね。マネージャーさんはどつ。あどつ。ひろしきさん、かずみちさんが負けるなんて考えられないっすね。てるちゃんピンと比べて。いや、わかんないよ。最近時間合わなくて来れなかったよ。ねえ、来れなかったね、最近ね。寂しかったよ。忙しかったの。へし。練馬チャンネルさん、昔の壁に穴開けてた和道が今こうやって配信で提携立ててるのはやっぱり見てる側としてはいいね。何？俺がふわっちのロムって見てたの？俺がふわっちやってる間見てたの？孫子はどうなの？知ってたの？生活保護もね。忙しかったんだ。今週はそろそろ戻ってくる頃かなと。練馬座チャンネルさん、ふわっちはたまに見てたよ。あ、そうなんだ。コメントくれればよかったのに。あれだな、あの領収書ダメだな、これ。領収書、あの。なんつうの、文字がかすれてくね。ほんとダメこれ。あの手書きの方がいいな、領収書は。うん、読めなくなってく。古代さん、熱に弱いやつ。熱に弱いやつだね。はい、ニャーワード2。練馬座チャンネルさん、もし経費削減に困ったら孫子へ裏技あるあるよ。ライン頂戴。てか孫子の LINE どっか行っちゃったから、あの申請飛ばしてもらいたい。俺のプロフィール欄に URL 貼ってあるから、孫子飛ばしといて LINE。 古代さん、でも最近のレシートは品名細かく書いてあるから便利っちゃ便利。レシートはね、あれだよ、あのダメなんだよ。レシートの方がいいとか言ってるやついるけどダメ。レシートっていうのはあくまでその買った履歴が残ってるものだから、宛名が入ってないから。公式 LINE もなくなったからまた作るよ。うん、また作って。領収書っていうのは相手に対してお金を払いましたよっていう証明だから、だから宛名を書く欄があるの。レシートは品目細かく書いてあるけど、誰が買ったのかを書いてないから証明するのに弱いんですよ、法的根拠が。だから昔の人は領収書もらってこいっていうの。てた。うわ、懐かしい、プレイステーションだ。レシートでもいけるんだけど、あの法的な根拠では弱いの。うわ、懐かしい、プレイステーション出てきた、領収書。超懐かしいな。当たり前じゃん、授業なんだから。当たり前じゃん。あ、俺こういうの意外とカッチリしてる性格だから。3月の1日だな、これは。
3月1日、あ、夜中か。3月1日、これは2月26日。2月27日。メリマザチャンネルさん、今年は損失も確定申告大変だよ。儲かってるんじゃん、いいじゃん。あ、どうだったの、結局あのサイトのやつどうなったの、うまくいってんの。25。俺も多分今年か来年会社起こすよ。デリマザチャンネルさん、あの代表気取ってたおっさんと揉めて縁切ったよ。あ、そうなんだ。あのっていうか俺は会ったことねえから知らねえけどさ、まあなんか大変だよね授業は。これ何日だ、24、25、22、24日、24日だな。キクルス動物の足跡さん、こんばんは。こんばんは。ネリマザチャンネルさん、インチキ派遣業ももう終了したし、今はしのぎに必死な時期だよ。あー大変だね。でもやっぱ自分のコンテンツ持っておくと強いぜ。配信で食っていくのは収入の質がすごい高い。ストレスが全くないからね。やりたいことで飯食うのはやっぱいいよね。コンタサクランボさんはドツチルだ。はい、ワドツ。20だよね、これが。20日。めんどくせえ、マジで。20日。18。デリマザチャンネルさん、前より精神面もいろいろとすっきりした感じがするね。いや、そんなに変わんないかな。あの、よくああだこうだ言われるけど、なんつうの、環境が変わったとか言われるけど、変わったとか。俺自身は全然何も変わってないつもりで、周りの見え方が変わってるだけだと思うよ。要はその生活保護抜けたっていう、その先入観があるじゃん、みんなは。久々に来ると。俺は何も変わってない。ポンタは脱。ネリマザチャンネルさん、そんなもんか。逆に孫子は追い込まれてる時期だわ。いや、まあね、積み上げたものがやっと結果が出たから。俺の場合さ、ほら、積み上げたものがオレオレ詐欺の件でさ、全部崩壊しちゃったから、逆にやっとやりたいことができてるっつうか。やっぱ3年4年かかるね。俺の大体やりたいこと3年4年とかかけてやるから、まあ相変わらず、まあできるよなって感じだよね。自分がやりたいと思ったことが、やっぱできなかったこと一回もないから、俺。ただまあ、時間はかかるよね。3年ぐらいね、やっぱり。デリマザチャンネルさん、地理積もって感じかな。いや、そういうもんだよ。やっぱ事業って3カ年計画で黒字化するのが、個人のペースとしては俺は楽だね、すごく。だいたいそれくらいで考えてたし、
ただね、4年かかる、さくらんぼさん確かに4年かかるとは思ってなかったけど、ちょっと遅かったね、結果が出るのが。まあ、諦めなくて本当良かったよ。何回諦めようと思ったか、途中で。本当に何回諦めようと思ったか。これが13日。諦めたらそこで試合終了ですよ。13、14、15か、これ10日だな。10日、12、10日、大体ね、途中で諦めちゃうだけだと思ってるから、俺は。本当に普通の人ってさ、すぐ結果が出ないと嫌なんだよ。でもすぐ結果が出るようなことってさ、ないじゃん。どんな人でもさ、その業界で3年4年やってるライバルがいるわけだから、どの世界も甘くないよね。毎日やってたらいいのに。うん？何を？何を毎日やってたらいいの？練馬座チャンネルさん、その人自身がどれだけ時間を告げるかってのは感じるね。そう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 、時間をかけるかどうかなんだよ。本当にそう。よく言うのが、どんな素人でも3年絵描き続けてごらん。3年ギター毎日弾いてごらんって。30分でも1時間でも絶対上手くなるんだよ。要は3年継続したらそこそこ行くんだよ。だからそこをプロの域までやるかどうなのかっていう、本当に時間との戦いだと思ってて、時間の使い方、かけ方っていうのかな、それがね、やっぱうまくできない人がいっぱいいるんだと思う。結果が出る前に諦めちゃうっていうか、それはもったいないよね。全ての時間が無駄になるから。俺は結構そう、1個のことに集中したいタイプなんだよね。古代さん、石の上にも3年。そう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 、石の上にも3年とかさ、よく言うけど、ほんとその通りだと思うよ。どうやってこうかな。積み重ねていけばね、何でもできるんだよ。だって同じ人間がやってるんだから。でしょ？どんなものでも同じ人間ができてる人がいるんだから。そこに言い訳するのはやっぱ自分ですよ。俺は自分に言い訳したくないあんまり。練馬座チャンネルさん、尻の下にはもう何年いるのか思い出したくない。尻の下って何？古代さん www。何尻って、お尻の話なんかしてたっけ。古代さん、奥さんのお尻に惹かれて何年ってことだね W。 ああ、いや自分で選んだ嫁でしょ。でもあれだよ、尻に敷かれた方がいいよ、男は。やっぱね、女の人って偉大だから、結果を残す男は奥さんが必ずいい奥さん。あのね、結局ね、俺らみたいなね、風天っていうのかな、こういうね、ろくでもない生き方してる畑じゃないやつなんだから、奥さんがしっかりしてないとね、ダメなんだよ、夢を追っかける男は。俺はそう思うよ。Thank you.
ークひねもすかずみちライフ三話ドツ。はドツ。領収書ってこんな感じでまとめておけばいいかな。こんな感じでまとめておいたら大丈夫かな。ファイリングしておいたら。一応取っといてはいたんだけど、これからさ、授業をちゃんと配信業やっていかないといけないから、整理しておこうと思ったのね。これ大丈夫？誰か自営業やってる人教えて。大丈夫でしょ。大丈夫。3話ドツです。3話ドツ。練馬座チャンネルさんいいね。あとは何の授業のどこに注いだかをメモしとくといいよ。いや、個人授業だから何の授業とか関係ないんだよ。誤解してる人多いけど、個人授業主の場合っていうのは決算一つで個人名でやるから、宛名がね、関係ない。どんな名前でもいいんだよ。そこをね、結構誤解してる人多いんですよ。俺の場合ほら、なんつうの、配信業とグッズ販売と、今それしかないから、わかりやすいんだよ。会計が明確なんだよ。デリマザチャンネルさんマジか、少し時間が楽になる。そう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 、個人事業主でこの事業とこの事業で提出別々にしないでしょ。そう、例えば俺。プロジェクトアルファっていう、そう、プロジェクトアルファ、ワド、バー、アユミって3つ授業やったとするんだ。それで領収書が別の名前で書いてあっても、申告するのは1個だから。結局まとめるから。俺それ調べて最近分かった。まあその、なんつうの、自分たちの授業の経費が分かんなくなるから、それをやるんだったら内輪でやっておいた方がいいっていう。うん、例えばその、誰と折半するから経費どれくらいかかったとかは、別だけどね。俺の場合ほら全部一人だから。デリマザチャンネルさんいいこと聞いたよ。だいぶ簡単に済む。全部それ調べてやってよ。あくまで俺の情報源当てにしないで。俺はそうしてるだけだから。俺間違ってるかもしれないし、間違っても責任取れないからさ、それは自分で最後調べてよ。ワード違ってたよとか言われても困るから。確定申告3月末までだよね。でもね、俺6月じゃない、2016年度はね、売り上げ全然なかったから楽なんだよね。バーもやってなかったし。今回申告すげえ楽。た、来年大変。デリマザチャンネルさん当てにするメーン、なんかなったら税務署で大きな声出すといけるさ。あ、結構ね、でもね、それ大きな声出すと結構どうにかなるっていうのは、俺もね、子供の頃からよく使ってる技だ。日本人って大きな声に対するね、耐性が全然ない。俺もよく使う。マヒルさん、3月中旬よ。3月中旬までだった。じゃあ今手つけておかないとやっぱまずいな。デリマザチャンネルさん、役所イコール80デシベル以上でうなずく。でかい声は結構必殺技だよね。でもね、90デシベル以上出てくると課長が出てくるから。声がでかくなると課長クラスが出てくる。そこ気をつけないと。担当が変わっちゃうから。1か3はドツです。はい、1かよ、ワドツ。チャンネルさん、孫氏は毎回課長出てくるよ、W。そうなんだ。何かの課長か気になるけど。
何かの話をしてんのか、多分俺とかが違うと思うけど。孫子は何かかな？あと結構生活保護あるあるだとみんな知らないことの一つに、あのケースワーカーは役人じゃないことの方が多いっていうの意外と知らないんだよ。ケースワーカーってあれ民間人、あの人手が足りないから。生活安全課もあるよ、 W 生活安全課もあるよ。はい、若津。お気に入りさんいらっしゃい。ケニーさんのハコさんがセコンドに着くと聞いて。あ、そうだよ、ローカさんだよ。バーガーをプレゼントしました。お、カズさんバーガープレゼントありがとう。プレゼントしました。バーガーありがとう。風船ありがとう。アイテムありがとう。カズさんバーガーをプレゼントしました。アイテムありがとう。ケニーさん、ぜひ6月の試合頑張ってください。頑張ります。シャンピンといい試合しようと思ってるんで、結構メインイベントの前のど真ん中でやるんで。ケニーさん、風船をプレゼントしました。頑張ります。風船ありがとね。応援してくれる人はアイテムお願いします。古代さん、花火をプレゼントしました。おお、すげえ。はい、古代さんから花火いただきました。ありがとう、古代さん。おお、景気いいね。ありがとう、古代さん。ありがとうございます。古代さんから花火2発目いただきました。ありがとう。いいね。3発目ありがとう。来た来た。ありがとう、古代さん。ありがとう。花火3発ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、古代さん。いきまーす。3発上がる。サブロック18。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、コンタサクランボさん、試合6月11日みたいですね。10日って聞いてるけど。古代さん、花火ありがとう。古代さん、いや、14日までに
本命チョコ投げようと思ってたのに来れなくて23時30分に来たら和道いなかったからさ。ああそうだったんだ。コッペン投げちゃったか。もったいねえ。コッペ見るんだ、小田井さん。ありがとね、小田井。超嬉しいわ。ありがとう。あざーす。そっかそっか。最近トレーニングとかで忙しくてさ。16。試合 11？ いや、10日って便所太郎さんから聞いてるけど、誰情報それ、ほんと。俺聞いてないよ、11に変更とか。もう会場押さえたから変更はないと思うけど。どこ情報すか。コンタサクランボさん10日ですね。あ、だよね。間違えたかもしれません。あ、効果あるよ、効果ある。ギリチョコありがとう。効果ある、効果ある。リリコばあさんはどつ。ニャミニさんはどつ。ギリチョコありがとう。お疲れ様です。安彦さんいらっしゃい、楽しんでて。チョコ効果まだあるのか。チョコ効果はね、アイテムあるよ。あ、ないかもしれないな。わかんないけど、まあ、あの、金にはなるよ、ちゃんと。ポイント、付加ポイントがつくかどうかはわかんない。でも、多分つくでしょう。うん。こんばんは、マーさん。ばあさん、トモチョコをプレゼントしました。トモチョコありがとう。今、あれだよ。風船とかすごいセールやってるよ。めちゃめちゃお買い得だよ、今。まとめ買い、あのインターネット限定だけど、ウェブから限定でセールやってるよ。安彦さん、アッショ券じゃなく米発やば。米発か、ありがとう。ランキングアップの効果はないんだよね。通常分だけだと思う。あ、通常分だけなんだ。初米だ。確定申告うまいことっていうか、別に普通にやるよ。うん。あ、っていうかさ、贅沢微糖に聞きたかったんだけど、確定申告とか税理士さんに、例えば贅沢微糖にかかるのは1ヶ月いくらで契約できんの？はい、ポエムさんはどつ、いらっしゃい。贅沢ビトのところ高い？個人契約とかできる？ちょっとリスナー割引とかないの？家近いしさ、職場と。税理士さんつけないとなと思って今後。安彦さん、バーガーをプレゼントしました。バーガープレゼントありがとう。マーさん、風船ありがとう。ブースカさんはどつです。おい、ブースカはどつ、いらっしゃい、楽しんでて。マキルさん、知り合いに頼んでるから安くしてもらってるっていう人多いよね。そうだね、結構多いよね。でやっぱそのリスナーで稼い、リスナーさんからさ、稼がせてもらってるわけだから、リスナーさんに還元できるなら。どうだったら仕事内容次第だけど安くするよ。仕事内容、うん、ポエムさん、この BGM 変えたらって言ったじゃん。うん、世界中ポエム、世界中ポエムさん、この BGM テンション上がらないんだよね。ヤミリさん、風船10個をプレゼントしました。風船10個ありがとう。世界中ポエム、花火一発で BGM 変えるよ。結構この BGM 好きっていう人多いけどな。お、レクチーいらっしゃい。世界中ポエムさん、花火で BGM 変えてくれるんですか。世界中ポエムの花火で、世界中ポエムからの花火で。リリコばあさん、さっきテルチャンピンがプロボクサーとスパークリングは組みたけどかなり疲労してた。すごい大変よ、スパーとか。小田井さん、まったり感あっていいよ。 W ねえ、いいよね、好きだよこの BGM。カズさん、私は好きだ、アスタリスク、アスタリスク。ねえ、結構好きな人多いよね。こんばんは。
こっちさん風船をプレゼントしました。風船プレゼントありがとう、こっちさん。わらわらわら、うん、結構好きな人多いんだけどね、この BGM。 作業枠で BGM ないのきついぞ。世界一ポエム、世界一ポエムさん、いや、この BGM こう切って人がコメントしてるだけなんだよ。うん、まあ、そういうもんだからな。古代さん、かずみちって感じがするよ W。 ああ、もう定着してきた。世界中ポエム、世界一ポエムさん、マジでヘナヘナしてくるから BGM だけ変えていこうよ。いや、だからヘナヘナさせるためにこの BGM にしたんだっつーの。115113、この BGM なんか好き。制作技巧さん、例えば個人事業主の資産管理等だけなら別にお金いらんし。資産管理はいらないでしょ。資産管理とかいらない。こっちさん寒くないですか。なんか見積もりとか、カズさん最初は初め社長、どれくらいかかるのか知らない。これはじめ社長が使ってる BGM だからね。いい音楽ないんだよ、フリーで。この音楽はすごいクリエイターが実力あると思ってこれにしたけど、なかなかいいのがないんですよ。世界中ポエム、世界一ポエムさん、それははじめ社長リプペクトってことじゃん。全然違うかな。オフ会全然依頼があればやるよ。オフ会来たいの。まあ多分ね、イベントの時、6月のイベントの時は、多分みんなでオフ会やると思うから、その時に会えるよ。大会の後。カズさん行きたい。え、カズさん来れば？贅沢尾藤さんも来るよ。VIP 席も抑えたらしいよ。50万払って。一席、一般席5000円だったよ。安いと思うよ、5000円でこのボリュームは。新木場ファーストね。多分ね、300枚しかチケット発行されないから、すぐ押さえないと多分入れなくなると思うよ。カズさん買いたい。便所太郎さんに DM 送んなよ、チケット予約。伊藤さん、イベント後は打撃の後はアルコールまずいから便所主催のオフはやらないかもって言ってたぞ。俺個人的にやる。俺アルコール飲まないから、どっちにしろ。出口アットマーク、和道を資産300枚って少ないね。席数が300しかない。 DVD 販売するのかな。 DVD 販売するのかな。それは俺わかんないな、便所さんに聞いて。でも YouTube に公開するっしょ。わかんないけど、限定動画にするのか。その辺の工業的な部分は俺タッチしてない。うん、結構うちのリスナーさんで昨日聞いた時点で5人ぐらいいたよ。5人ぐらいいた。制作尾藤さん、 DVD は販売ありません。ないんだ、もったいないね。販売すればいいのに。結構もったいないと思う。買う人いると思うよ。申し込めるの。いや、 DM 送ったら買えるはずだけど。制作尾藤さん、チケットの販売は業者に頼むような言ってたな。ピアとかローソンチケとかで。そうだね、チケットピアでローソンで買う感じだね。残念、販売しないでしょ。まあ生放送でも見れるでしょ、誰かしらの枠で。俺は放送できないんだけど、その日選手だから。
撮影禁止だから。出口アットマークカズミチ、おじさん結構間近で観戦できそうだね。会場見る？会場キャプローか。制作尾藤さん、放送はパイセンと便所だったかな。そうだっけ。まあまあメインイベントだからね。会場結構狭くていい感じだよ。新木場ファーストっていうところなんだけど、ちょ待って、外観はこんな感じ。ポンタさくらんぼさん、なるほどチルだ。外観はこんな感じで、カズさん便所嫌いだからな。ちょっとライブハウスみたいな感じなんだよ。で、もうこういうリングだね。どれくらいの広さあるんだろう。まああれじゃん、後楽園よりも狭いぐらいだろうね。一体感ある感じだね。ここ、これくらいか。これくらいの狭さだから、もう目視で試合結構がっつり見れる感じだね。超盛り上がるでしょ、ここに300人ぎゅうぎゅう詰めにしたら。少ないイベントだとこんな感じ。マックス350人だっけ。マックス350だけど、立ち見も対応するって言ってたから、早めにチケット取らないと立ち見になっちゃうんじゃないかな。結構いいところだと思うよ。こんな感じ、リングからこれ見えるでしょ絶対。お、一番奥でもいい席だと思うよ。ライブハウスもや、ライブもやってんだね。贅沢尾藤さんはしはもう安泰ワット。贅沢尾藤さんはだってリングサイドのこの一番いい席でしょ、角席でしょ。そのゲストとかスポンサーが座る席だから、多分石川の隆起が奥でここで解説すると思うんだけど、一番いい席10万で抑えてるからね。これは来ないとアホだと思うよ。カズミチの雑談配信の方が好きだな。うん。贅沢尾藤さん、リングサイドじゃなくて花道の横かな。花道の横？あ、そうなの？あー、ハイタッチとかできる席なんだ。出口アットマークカズミチ、おじさんビップ笑。うん。でもリングサイドの方が良くない？花道の方が、あー、ここだここだここだって、すげえいい席だ。ここだここ、要はリング入場するところここにあって、この横だこの横。ここだ。めっちゃいい席じゃん。カズさん50万は無理。あ、10万だよ。一番いい席は10万。で、スポンサー契約だから、企業の宣伝とかが入る。高橋克典さん、こんばんは。観客がいる中でリングに上がる恍惚と不安はたまらないだろうね。そうだね。目立ちたがり屋で、ライブハウスとかで。舞台慣れはしてるから緊張はしないと思うよ。舞台はもう何百回立ってきたから、そこは慣れてると思う。テルチャンピンはそういう経験ないから上がっちゃうかもしれないね。体硬くなるかもね。俺はむしろ本番強いタイプだから、そういうのは。ポンタさくらんぼさん、セカンドが石川さん。セカンドってなんだろう。セコンドは石川の隆起じゃないよ。石川の隆起はリングアナ、赤コーナーとか言う人ね。邸宅尾藤さん、後ろの近くに TJ とのリちゃんいるところ希望って言ってみたら、ああ、なるほどなるほど、はい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 、いいね、いいじゃんいいじゃん。激アツ席だね。カズさん、カズミチに10万入った方が美味しくね。俺はノーギャラだよ。ギャラは一切受け取らない。そこはチケットノルマとかがない感じ。ギャラ出るかどうか全然知らないです。プロになったらしい。実況解説がのリちゃんと TJ に変わったはず。あ、そうなんだ。リングアナ本格的だね。多分そういうところに金回すから選手にはギャラ出ないと思うよ。まあノルマがない分俺は全然そこは文句ないけど、ね、むしろこういうでっかい機会与えてもらったことに感謝して、もう感謝してるぐらいだから。怪我だけしないようにしないとね。怪我したら実費だからさ。死んでも実費ですから。
八百長があるといけないからっていうことで賞金出さないんじゃなかったっけ？選手が八百長しちゃう可能性があるから、勝った方がいくらとかやっちゃうと。そういうのはやりたくないっつったよ。カズさん二次会参加だこでもいいの。二次会参加だこ。ショーゴー三リングで波動拳を打ってくれ。そんな余裕ねえわ。必死ですよ。そんな余裕はありません。失敗したな。失敗したな。でも今までにないぐらい盛り上がると思うよ、今回の企画は。今までで一番大型企画だと思う。配信会の歴史に名前が残ると思うよ、捨て頃は。神企画として。古代さんスポンサー募集してマスコミも入るとかすごいね。すごいよね。本格的に興行を打つって言ってたもん。で、名物イベントにしたいって言ってた。プロモーターとして腕あると思うよ、便所さんは。石川の隆起の、なんだっけ、なんだ、富士そばとかさ、香川万博とか。のんたんと食事行ってみたいな。酔っ払ってる、すいません。ああ、全然全然、のんたんがオッケー出たら行きましょう。のんたんは配信者じゃないからね。無理にそういうこと強要はできないからさ。リングドクターも雇うらしいし、思い切りやれるね。 W そうだね、リングドクターもちゃんと入るってもう連絡来てるね。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、まちゃこさん、てるくん、いちせんむ、ねりまざチャンネルさん、ホーリー少年、みどりさん、フォローありがとう。おごります、ありがとう。100名、アクティブ100名超え、ありがとう。女の人。リングドクター、女か男か分かんないね。その辺の工業的なのは全部もう、便所太郎さんぶん投げだから、もう任せっきりですよ。レフェリーも大物らしいよ、その、
プロ格闘技界のちゃんとしたレフェリー呼ぶってよ。あ、元格闘家だからつながりあるんだろうね。古代さん性別は書かれてなかったね。リングドクター男じゃないんだな。いや、わかんないけど。てか別にリングドクター。ワさんノンタン配信者じゃないのわかってるけど、ワドさんとノンタンはペアで一つみたいな感じがしてる。ペアで一つじゃねえわ。何年やってると思ってんだよピンで。あくまで彼女だからね。あの俺の配信者じゃないから。素人だから。むしろリスナーだから。もともと。あんまり無理言ったらダメよ。カズさんペアになれば。ペアになればって、だからそれは俺が決めることじゃないでしょ。例えばみんなリスナーでさ、俺と友達になってさ、リスナーからさ、顔出すとか言われたら嫌でしょ。それと一緒よ。飯食いに行こうとか言われても知らない人と食うのって結構勇気いるんだぜ。みんなと立場変わんないよっていうこと。みんなは俺のこととかのんたんのこと知ってるけど、俺らからしたら会ったことない人っていう感覚がね、なんか伝わりづらいんだよね。それが怖いよ。やっぱいろんな連絡来るけど、例えば昨日もツイッターで連絡来たのが、僕をサンドバッグにしてくださいっていきなり来たんだけど、相手がヤクザなのかさ、そのやからなのかとか分かんないわけじゃん。判断って結構難しいのよ。茶化しなのか何なのか。まあやり取りしてすごいいい人で、いや和道さんに勝ってもらいたいから、地下格闘技25戦出てるから怖いでしょ。そうで、今度その人と練習するんだけど、その辺のやっぱ線引き間違えるとさ、大変なことになるから。確かにこっちは一方的に知ってるだけだもんな。そう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 。だから小手半名乗ってもらうまで思い入れがないわけよ。顔もわかんないし、もう極端なこと言ったら男か女かもわかんないし、で街でいきなり声かけられるわけよ、ワードって。まあそれはさ、もう慣れたけど。ブランボさん、こういうことは便所さんに任せておけばいいね。うん、面が割れてるっていう感覚は分かんないんだろうな。だってさ、いきなりさ、知らない人から「おお古代!」って言われたらびっくりするでしょ。え、なんで私のツイッターの小手半知ってるのってならない。カズさん、私も人見知りで顔見れないけど、私はまだ思い入れないですか。私は思い入れないですか。いや全然あるよ。思い入れあるけど、会ったことある人とない人は全然違うって言ってんのよ。古代さんビビるね、うん、W。会ったことないわけじゃん。で、カズなんかさ、その、ネカマやってたわけじゃん。旦那のふりしてたわけじゃん。だから、どんな人が見てるか会ってみないと分かんないんだって。思い入れあるないしじゃなくて、レクチとかタクミさんとかノンタンはもう何回も会ってるから、もう普通にリスナーっていう友達って感覚だけど、ガチッチだってさ、正義の味方だってこの前会ったの初めてだし、ね、どんな人かは、やっぱそのリアルな付き合いはリアルからスタートだから、あくまで配信はきっかけでしょ。そっからね、会って飯食っていろいろ話してお互いのことを知って初めて付き合いが始まるわけだから。コンタサクランボさんアラマ、え、アムウェイって書いてあるんだけど、何これ。あ、アムウェイの商品だアムウェイのレシートだ。なんでこれレシートの上に アムウェイって書いてあるんだろうと思った。アムウェイの商品買ったんだ俺、忘れてたわ。なんかリスナーさんでアムウェイ、え、
ネカマじゃないっていうか、私旦那だよって言ってたよ。リスナーさんでアムウェイやってる人がいて、和藤さんと一緒にやりたいっつって、付き合いはできないけど、アムウェイに登録はしないけど商品買ってあげるよって言って、アムウェイで洗剤買ったんだ。びっくりしたわ。でもアムウェイ商品良かったよ、やっぱり。キリコばあさん、ネット上の知り合いで顔も知らない人から突然お金貸してください言われるくらい怖いわな。それはただ非常識なだけでしょ。俺金貸してっていうか、金はもらうもんだと思ってるからな。エクシアットマーク和道を資産本と会うたびにワドさんのファン指数上がりますわ。ファンになってくる。メロメロだからね。エクチは俺にメロメロだから。昔おったんよ、お金貸してくださいっていう非常識な人。配信者？リスナとして大好きだよ。批判する気持ちはないよ。応援してるよ。知ってるよ。じゃないとこんな毎日見てくれないでしょ。それは知ってるよ。粋じゃねえからそういうの言うな。リリコばあさん、リスナーの自分にリスナーの人がお金貸して DM 来たわ。へえ。非常識だな。保証書、あーやべえ、保証書こっちか、どうしようかな。1ヶ月保証だからもう切れてるわ、いらねえ。1ヶ月分でこんな時間かかるのか。ねえ、大変だよねこの時期。溜まっちゃう、ツケがね、普段やってない分全部溜まっていくからね。この時期は個人事業主があたふたする。はい、いらっしゃい。会ったことないよ。ライジングフォースバー 3.1 登録商標さんはどうも。どうもどうも。ないよ、会ったこと。会ったことあるのは限られてるかな。ほんと会ったことあるリスナーほんと少ないかな。丸さん、去年は事故で医療費がかなりかかり、領収書整理が大変です。大変だなそれ。確定申告に医療費って関係あるの？マキルさん、私も今年から青色なので不安です。あ、そうなんだ。え、でもマキルさん終わったんじゃないの？まだ終わってないの？リリコばあさん、ニコ生時代はオフ会あんましてなかったの？オフ会結構やってたよ。ていうかバーやってたから店にお客さんがいっぱい来てた。確定申告面倒くさい。毎日オフ会。確定申告面倒くさいよね。めんどくさいけど、まあまあこれ会社もやることだからね。別に会社が代わりにやってくれてる、経理の人がやってくれてるだけでさ、みんなやらないんだろう。別に特に変わったことやるわけじゃないから。マルさん、うん、医療費控除を受けるためにです。あー、そっかそっか、医療費控除があるのか。なるほど。マキルさん、毎年締め切りの消し印ギリギリで出してる。俺もギリギリだった。すげえ並ぶんだよね。
1ヶ月分終わりました。長いな。もう1ヶ月分やる？1ヶ月分でこんだけ領収書あんだもん、嫌になっちゃうよ。1ヶ月分でこれ、領収書1ヶ月分でこれ。あ、でもこういう風にファイリングしておけばさ、なんか税理士とか来た時にさ、マルサとか入った時にすぐ証明できるもんね。いや全部取っといてますよ。すげえ、チルダ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 。カエルさんはどつ？A はどつ？やっとけば楽になるよね。今後。1ヶ月でこの量だもん、参っちゃうよね。それまあ、バーやってたから仕入れとかがすごいかかるからね。業種によるだろうけど。まあ大変だよ。ばあさん、そういう細かい作業大好き。 W 楽しいよね。カズさん、おごってもらうなら何が嬉しい？おごってもらうならなんだろう。ゆっくりできるところがいいですね。話し込める。最近焼肉食ってないから、なんか焼肉食いたいですかね。肉食いたいっすね。別に高いのじゃなくて全然いい。その辺のもうほんと格安焼肉とかね。そうだよ。っていうか毎日毎日貼ればいいんだよ。そうすればいいんだよ。その細かい作業がね、めんどくさくて次々ってやって、結局ね、年末にバーッと溜まったのをやんなくちゃいけなくなるから。そう、そういうことなんだよね。だらしなさから来るんですよ。毎日売上日報とかちゃんと書いてる人だったらこんなことにならないもんね。3月分やるか。じゃあ1時間かかったの。3月分。カズさん、了解メモしとく。いつか誘うわ。いいえ、お願いします。これが3月分かな。さん、見習って俺もこれから領収書引っ張り出します。うん、一緒にやった方がいいよ。放送見ながらね、一緒にやろう。確定申告。花屋は産業書類終わったか？いや、終わってないですね。全然。あと半年分ぐらいブワーって同じ量あるんで、1ヶ月分整理するのに1時間かかったんで、もうこれは1週間2週間かかりますね。いやだからネットは便利だよ。そういう作業大好きだからやりたくてうずうずする。うずうずすんの。カズさん、この前実は家の前に行ったけど風邪って言ってたから帰ったよ。あ、だいぶ前じゃん、風邪ひいてたの。てか、LINE 欲しいかな、来るときは。みんなね、結構、本当にいきなり来んのよ。人の家にいきなり来るの失礼だから。セックスしてたりするんだよ、この狭いアパートで。連絡はちょうだい。LINE 公開してるんだから。薬のレシートじゃないよ。バーの仕入れ。いきなりはダメよ、ほんと。来ても別に。怖いでしょ。
みんなわかるよ。自分だから別にね、あ、いかがわしくないとか、自分の感覚で言ってるけど、知らない人がいきなり家来んの怖いから。で、結構来るんだよ。連絡してよっていう。それは最低限マナーでしょ。いきなりは怖いね W。 いきなり来るよ、ピンポンっつって。花山さん、お前はそういう道を選んだんだよ。まあね、まあありがたいよ、全然。まあありがたいですよ、それは。ドアノブ先輩もいるし、リアトツ全然歓迎するから。ただアポなしは良くないよ。たくさん配信で群馬から行くよって言ったでしょ。え、あの時家の前までいたの？俺、いや、風邪ひいたっつうか、全然飲んだんと会う気満々だったよ。それはまた別でしょ。俺、その日全然会う気満々で、あの、俺飲んだんに説明してたもん。なんで会わなくなったんだっけ？忘れたけど。あれでしょ？バッグ買いに来た時でしょ？確か。花山さん、本当は寝てた。あ、違う、のんたんが風邪ひいた日かな、その日。のんたんが風邪ひいちゃったのかな、ちょっと覚えてないけど。いや、まあレクチとかたくみさんとかだったら面識あるからいいけど、面識ある人だったら構わないよ、うん、ガチッチとかさ、ようみたいな感じ。面識ない人は怖いっつの。だからレクチも言ったじゃん、別に急に来てもいいよって。カズさん DM くれたじゃん、風邪だから会えないって。そうだっけ。領収書多すぎ。ひりこばあさん、配信者は大変だ。うん。あと一番ね、あのこれ伝わらないだろうなと思うのが、あのなんつうの、遊びでやってると思われるのがすげえやだ。あの結構喋るのもプロの技術だし。閲覧取るのも、みんなさ、閲覧100とかでも過疎っていう感覚でいるじゃん。あ、全然合うよ、うん。そのさ、なんつうの、素人芸だと思われるっていうかさ、芸ですらないっていう評価はほんと答えるね。じゃあお前できんのかよっていう。絶対できないのよ。まともに喋ることも多分できないから。だからね、その辺が伝わらないっていうのは、ちょっと悲しい職業だなとは思うよ。遊んでるだけでしょって見られた。この配信を回すまでにどれだけ積み重ねてくるかさ。カズさん、お前はプロだよ。まあプロだよね。それで生計立ててるわけだからプロだと思うよ。あ、一流のプロかどうかは置いといて、プロはプロだと思う。例えばさ、プロボクサーって4回戦ボーイってプロなわけじゃん。だけど4回戦ボーイのギャラって7万とかなんだよ。だけどプロじゃん、稼げてなくても。俺はそういうことだと思ってんの。でもまあ、それは時代なんだろうな。定着してきたら評価変わるもんだと思ってるから。新しく出たての
ビジネスモデルだからしょうがないよね。芸の世界と似てるんかな。まあだからその出川哲朗がヘタレだと思われてんのと一緒でしょ。なんかさ、小学生とか出川哲朗見て二流とか三流だと思ってるわけでしょ。でも出川哲朗は一流なのよ。超トップ走ってるやつなのよ。そういうことだと思うよ。釈迦元気だね。釈迦元気よ、うん、出川哲朗なんか一流中の一流だけど、お笑いとか分かってないやつからしたら三流だと思われちゃうわけだ。あんだけレギュラー一本も持ってなくて、あれだけテレビ出るって異常だからね。出川嫌い？そういうところだよね。飯何食おうかな今日。出川相当一流。うん、相当一流だよ。とんでもない一流だよ。ゆうたろうさん安定の100。ミミコばあさん、出川とエガちゃんは自分の中ではトップやわ。ボンタさくらんぼさん、ひよこの顔。エガシラはもう伝説の域でしょ。さん、出川さんっていじられキャラを買って出て年収5000万とかだったんだっけ。まあ5000万は超えてるだろうね、余裕で。その辺の上場企業のやつより全然稼いでるよ。カズさんマジで裁判するの？裁判するよ。するって言ってるからね。するでしょ。納得いかねえあんなの。ここにある領収書全部実費って言われてるようなもんだからね。ありえねえ。なんで俺が店のために仕入れで買ったものを俺が払わないといけないの？おかしいだろ。まあ向こうが戦いましょうって言ってるから、あ、いいっすよっつって、示談っていうか、だから向こうが全然訴えてもらって構いませんよって言ってるから、あ、じゃあ分かりましたって。九太郎さん、便所太郎の格闘技イベントのイベントの
の何でしょう。イベントの、イベントのどうされました。手口アットマークカズミチオシさん、確定申告1昨年依頼してないヤジ分。あー、バイトだと会社がやってくれるからね。雇われは楽だよね、やっぱ。まあでもネットタレントのいいところは、あの服とか衣装代で落ちるんですよ、経費が。そこはいいっすね。企画で使ったお金はちゃんと降りるんで。古代さんいいね W。 いいよね。あ、まあ悪いところもあるけど、いいところもあるよ、やっぱその職業に応じて。ネコ王さんはどつ？はい、はどつ。ネコ王さんいらっしゃい、いつもありがとう。ネコ王さんはどさんも殴られややろう。やんないよ。アイドット彩香さんはどつです。役所の件の YouTube 見てびっくりしたよ。大丈夫なの？やばいでしょ、うん、いや大丈夫っつうか訴えるだけだから、うん、払うつもり全然ない、うん、カズさん私は好きなこと仕事にしてるカズミチが羨ましい。いやその分頑張ったからね。え、でも誰でもできると思うよ。俺は戦ったからね、少なくとも。チャコさんアイテムの個数右上に表示されなくなったんですね。あ、チャコさんいらっしゃい。なんかそうらしいね。俺もスマホ、あのね、パソコンだと表示されてんだけど、スマホは表示されなくなったね。ちょ、見てみようか、他の配信者。ちょっと待って。うん、スマホだと見れる。あ、スマホじゃない、パソコンだと見れる。あれじゃん、パソコンのユーザーを取りに行こうとしてんじゃないの。戦略的にやってるでしょ、これは。多分なんか仕掛けてんのよ。チャコさんバーガーをプレゼントしました。バーガープレゼントありがとう。古代さん私のは PC でも表示されてないよ。表示されてるよ、ここの下の部分に。されてるされてる、画面の下。他の人見れるよ。テレチャンピンとか、うん、見れるよ。パソコンで見れますよ。テレチャンピンは今、バーガー1個、チョコ1個。見れる見れる。もう下の、画面の下の部分にあるじゃん。ピコバーさん、フワッチって戦略をちゃんと練ってるのがすごいわ。すごいよね。カズさん、不服申し立てで相手は引き下がらないのかな。不服申し立てはする、引き下がるとかじゃなくて、あの東京都のその法律とかをやってる人が監査に入るの。そう、それでそこが決定を下すの、東京都の。ああ、下ね、 W 右上の人数の下にあったボックスマークの個数がなくなったでしょ。あったでしょ。領収書手書きで欲しいな。レシートはすぐダメになる。今度から手書きでもらおう。めんどくさがられるだろうけど。カズさん調べてもらえばカズミチが他正しいこと証明されるなでは。マーサさん、私たちは今年から受給者ですが。まあ、そうだろうね。そうなんだ。生活保護？
別にでも自営業とかやってなかったらこういう問題にはならないから、普通に受給してたら、普通に、なんつうんだろう、生活保護を受けてれば揉めないっすよ。ただ、本当に逮捕されるからね、不正受給は。絶対やったらダメだよ。収入1円単位で俺、申告してた。飴玉1個すらやってたもん。なんか、リスナーさんから欲しいって言ったわけじゃない、マリニアン T シャツとか勝手に送られたのも全部申告してた。マリニアン T シャツって何ですかって言われたもん。説明すんのすげえ難しかったよ。大きいボンドみたいな女の子がいて、つって。はあ。でーって。はあ。で、すごいやりまんなんですよ。ほう。なるほど。マリニャンの説明をしないといけなかったから。いや、本当だから、これ。本当に説明したから。ネタじゃないかな、マジ。ワイドットあやかさん、そこまで徹底してたのに、役所の対応には腹立つね。まあ、でも彼らは書面がないと動けないからしょうがないでしょ。法律にそう書いてあるっていう。まあ、だから役所の人間っぽい反応だなっていう。全力で安牌ですよ、彼らは。だから、まあ、法律に書かれてないこと、要は新しいことをやっちゃったから、ホリエモンとかと同じよ。いや、法律に記載されてない新しいことをやっちゃったの。俺は別にそれが違法性がないって判断をしてやったわけだけど。だって他の会社もやってるわけだから。他の会社がやってて合法なことを生活保護の人がやったらダメっていうのはおかしいでしょ。そう思わない？生活保護だからやっちゃダメっていうのはあったらダメなことだからさ。裁判を起こすのは俺だから。勝てない裁判をやるっていうよりも、だから裁判制度を理解してない、カズさんは。訴える方がいて、訴えられる方がいるわけでしょ。で、向こうが裁判を起こすわけじゃなくて、俺が訴える側だから。よくわかるかな。訴訟責任って言うんだけど。まあ、だから向こうは、俺は事前に裁判すること言ってるから、手間をかけてもいいよって言ってるわけよ、向こうは。だから向こうの仕事止めるわけだから。裁判所に来るわけでしょ、課長が。だから要は負けませんよっていうことを言ってんだから。わかるでしょ？勝てるとか、勝つ負けるっていうか、別に喧嘩してるわけじゃないから、役所と。意見が食い違ってるだけだから。それはまあ、だから裁判するのが大人だよね。お互い。別に揉めてるわけじゃないし、それに乗り込んでね、なんか殺害予告とかしたらね、刑法だけど。そんなつもりは全くないから。3月分領収書多いね。これはね、自営業をやってる人ほど面白いって。生活保護受給者と自営業の人、経験がない人じゃないと、この裁判の論点が多分わからないと思うよ。要は、経理上おかしい仕組みを発見しちゃったわけよ、俺は。カズさん、歴史に残るかもね。歴史に残るっていうか、まあ、法改正はされたら面白くなるし、生ポ裁判として面白くなるとは思ってるけどね。前例がないことをやるわけだから、新しい法律ができるわけじゃん、そこで。和同裁判ですよ、和同裁判。今までその生ポのやつが自営業をやろうっていう発想がなかったんでしょ。でも別にやっちゃいけないことじゃないから、やらなかっただけで。みんなだから、そのぬくぬくもらってたらいいやという考えだったんでしょ。俺は別にお金稼げるんなら仕事だと思ってるし、もともと俺は自営業の畑の人だから。その方がね、金稼いで抜けられるわけだし、実際生活保護も個人事業で抜けたわけですよ。
それを証明したわけじゃん、何の違法性もないことを。だから不正受給がどうのこうのって言ってんな。確定申告しなくてもいいんですよね。確定申告は収入がある人はしないダメでしょ。俺はやってたよ。個人的には正午の人ほど自営業をやるべきだと思う。ご飯おいしい？食べない？正捕の人ほど、そう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 、それはね結構いい指摘だよ。なんでかっていうと、なんでその生活保護になったので自営業しちゃダメって数日の裁判で判決出ちゃうね。出ないよ、だって法律にやっていいって書いてあるんだから。生活保護だから何々やっちゃダメっていう書き方は法律にはできない。日本の国家法律上。それをやるには憲法改正しないとダメだから。さくらんぼさん取り。メロンさん書いてあってもパチンコみたいなグレーなんだと思う。そういうこと。そういうこと。前例がなかっただけね。おろろさん、かずみちさん、こんばんは。こんばんは。これ本当か？ブラックサンダーのここに、上のところに若い女性に大人気って書いてあるんだけど、これ本当？ブラックサンダーはマジでコスパいいよな、ほんとうまい。トッコさんはドツです。はい、ワドツ。なに、女の子ってキットカットとか食べてる？ブラックサンダーいいな。ブラックサンダーうまいよね、うん、最高だよこれ、ほんとにうまい。古代さん、うちの近所からブラックサンダー消えたし。マジで？コンビニで売ってるよ。出口アットマークカズミチ、おじさん食べたことないや。びっくりするぐらいうまいよ、うん、コンビニで30円だからこれ1個買ってみ、うまいよ。古代さん、気のせいとは思うけど、私が気に入ったものは店から消える W、うん、ワイドット彩香さん周りの女の子でブラックサンダー食べてる子見たことないやわら。だよね、絶対嘘だよね。1か3美味しいですよね。うまいよね。出口アットマークカズミチ、おじさん夜勤明けに買おう。買ってみ。おろろさん、スニッカーズとはまた違うよ。全然違うよね。
キットカットとかスニッカーズじゃなくて、これおしゃれなパッケージにしたらすごい高級な味にできるんだよ。だけどこのブレない感じ、昔から駄菓子だよっていう。カズさんいつも楽しい配信ありがとね。おい、カズさん風船ありがとう。ありがとう風船。カズさんから風船いただきました。見てくれてありがとう。ブラックサンダーアイスもうまいし、でっかいブラックサンダー板チョコバージョンもうまいんだよ。全部うまいよ。はい、カズさんから花火いただきました。いきまーす。古代さん風船じゃない W。 あ、花火だね、ごめんなさい。花火いただきました、ありがとうございます。ありがとう。カズさん花火だよね。花火だったね、ごめんね。花火ありがとう、ありがたい。今月売り上げがね、やばいんですよ。これ考えてると天才だな。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ3バーガーをプレゼントしました。わー、ありがとう。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ3バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ3バーガーをプレゼントしました。出口アットマークかずみちを資産中華製オレオはどうなんだろう。食べてないね。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ3バーガーをプレゼントしました。ハッチアットマークひねもすかずみちライフ3バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。サナさん試合はいつなの。6月のね、6月前に10回やらないの。10回やるやるね。多分ね、高架機動隊の映画をみんなで見るやつやる。映画部、高架機動隊の映画をみんなで見てオフ会だね。古代さん俺を買う気しないんだよな。俺うまいな。レクチアットマークカズミチおしさん北原。うん、あれはレクチと一緒に見ないとね。なんか結構テレビ、あのアメリカのテレビのやつ、テレビの広告見たけどすごいよ。ビートタクシー意外とハマってるかもしんない、うん、バーガープレゼントありがとう。あ、なんだよ、ゴンタ嘘かよ、うん、ゴンタのは嘘です。カズさんオレオなくなる言ってなかった。なくなんなかったね。www なくなんなかったね。 OEM で中国が買い取るのは知ってたけど、名前が変わるんじゃないかって言われてたんだよね。変わんなかったね。
カラオケ行きたいな。カズさんなんでカズミチには強力な金リスナチルがつかないのかな。いや、強力ってどれくらいを指すのかわかんないけど、ハッチとかサボちゃんとか、まあ匿名さんなんだけどいるぞ。結構払ってるぞ。うん。言っていいのかな。言っていいのかどうかわかんないけど、1万円以上、現時点で1万円以上使ってる人は1、2、3、4、5人。で、9000円の人が1人。あやかさん、ハッチさんとかすごいと思うけど。いや、ハッチは相当払ってるよ。トータルしたら、うん十万ですよ。下手したら 100万いかないぐらいは使ってるけど。あんまりこういう話すると、ハッチが渋るかもしれないから。あ、そんなに使ってんだ。やめとこうって。先月なんか、ハッチ先月どれくらい行ったっけな。ハッチアットマークヒネモスカズミチライブ。ありがとうございます。花火ありがとう、ハッチ。うん。ハッチはトップ3。で、トータルで言ったら、間違いなく1位だね。旅出るよ。うん。おい、カエルさん、パフェありがとう。バイドット彩香さん、この前の鬼みたいな人もすごかったよね。鬼、匿名さんは言わない。1万8888。2、3、4、5、8、花火ありがとう。パフェありがとう、カエルさん。ハッチは、まあ間違いなく俺に金を一番落とした人。あー、でもね、前にいた人でそれ以上に使ってる人いたね。ハッチがいなくなった時、俺は死ぬ時だよ。ハッチが俺に花火をしなくなった時と、ハッチがもう俺に飽きた時は俺が死ぬ時だよ。ヒロシさん詐欺、カズミチやね、旅行かないやん。めんどくせえなこいつ。お前俺の放送見てねえだろ。消えろ。ヒロシとかいうやついらない。消えて。邪魔。カズさん今昇給中だから待ってて。昇給中？おお、給料上がるんだ。みんながいくら俺につぎ込んだかは俺はわかるからね。ハッチアットマークヒネモスカズミチライフさん、普通に大丈夫でしょ。大丈夫じゃないんだな、うん、大丈夫じゃないんだな。じゃあ仕方ないから、彩香が俺に今月いくら使ったのか公表しようか。彩香のはバラしちゃおうか。彩香、うん、のバラそう。477円だね。彩香は俺に400円くれた。レクチは500円。565円。面白いな。うん。Y. あやかさん、一回フォロー外されてもカウントされるの。そっか。カウントされないわ。うん。消えたんだ。うん。エミーさん、こんばんは。レクチアットマーク、カズミチを知ってる。エミーさん、こんばんは。カエルさん、そんなのわかるんですね。全部わかるよ。全部わかるよ。うん。カエルさんも見てみようか。カエルさんはね、カエルさん乗ってないね。ランキング乗ってないから、今のが初パフェかな。うん。多分合ってるはずだよ。今月初パフェ。あ、いたいた。いや、相当払ってるな。うん、カエルさんのは言わないようにしよう。うん、カエルさん見てみてください。言っていいの？金額言っていいの？言っていいんだったら言うけど。カエルさんの出たよ、データ。ハッチアットマークヒネモスカズミチライフ3小市民ですわら。だから俺につぎ込んでる。働いた金額を、給料のすべてを俺につぎ込んでる、ハッチは。ワイドット彩香さん、私今月花火3発投げちゃったよ。 W 月1だって決めてたのに。いい、3発投げちゃった。そっか、のんたんがフォロー外したかんね。
ごめんね、あやか。悪く思わないでね。カエルさんいくらですか？覚えてませんわら。今月のカエルさんの金額は2,284円。カエルさんかっこいいです。うん。だから俺にね、1000円ぐらい入ってる。2000円ぐらいだね。2,280いくらって書いてある。でもいい時代だよね。個人でもスポンサー募れる時代だからね。夢がある。実力があれば食っていけちゃうんだから。出口アットマーク和道おしさん、今日はみんな景気いいね。今日景気悪いよ。あやかさんいいよ。昨日和道さんがボクシングの練習してるとき、ノンタンからブロックしたのにってコメントが来たから笑った。 W 素直だなって笑。え、ノンタンの言っていいの？ノンタンアットマーク和道の嫁さん自分何円。ノンタンの言っていいの？結構リアルだよ。言っていいなら言うけど。ルーさん実力ね。マドンさんボクシング練習してノンタンからブロックしたのにってコメントが来たから笑った。好きです。チルダ、うん、素直だな。いや、ノンタンはずっとね、寝る前とかね、あやかのツイッター見てね、なんかですげえぼやいてるよ。ブスのくせにとか、あやかとかも大っ嫌い、ブスとか言って、ずっと監視してるから、ツイッター。ブスじゃないと思うよ、つって、またワドさん浮気してるつって、あやかめ、こいつの息の根を止めてやるとか言って、今ね、もうあやかをね、ずっと敵視してんだよ。ワドさんが甘やかすから。古代さんまだ言ってるんだ W。 まだ言ってるよ。ワイドットあやかさん、カエルさんわら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 。なんかね、携帯ブスッと顔した携帯見てて、何やってんのノンターンって言うとね、ブスのツイッター見てる、ブス嫌いとか言って。ゴルゴさんわらわらわら、ノンタンアットマークカズミチの嫁さん連投がうざいんだよ。連投がうざいとかで、ね、結構言ってるよ、うん、あのアピールはいらないとか、ね、え、ノンタンの言っていいの、うん、ワトさん雑談好きです、ありがとう、うん、カズさん、あやかさんはサムネを変えればいいんじゃぬい、うん、Y. あやかさんツイート見てくれてるんだね、うん、W 想像したら笑えるわら。 あと面白かった、あいつ絶対20代じゃない、あやかは絶対20代じゃない、年齢詐称してるくせにとか言ってて、それお前だわって俺心の中でそれお前だわって、17個さサバ読んでたくせによく言うわと思って、あやかは20代じゃないババアだよ、ブーメランだよブーメラン、あれは笑ったな、ブーメ壮大なブーメラン刺さってたから、ね、うん、ワイドットあやかさんわらわらわら、古代さんのんたんかわいい W、 かわいいよねのんさん、カエルさんわわわわらわらわら、のんたんアットマークかずみちの嫁さんうるせえよハゲ。嫁にハゲって言う。ワイドットあやかさんでも TJ っていう配信者にも年齢偽ってるって言われる W なんでだろ。いや若いと思うけどね、別に年齢偽ってると思わないけど俺は。ノリがなくなったな。100均行こうかな。のり、スティックのり、スティックのりって減るの早いんだね。すぐなくなるわ。古代さん張りまくりだね W。 うん。領収書の多さにびっくりするよね。飲食店って金かかるんだな。大変よ。
ばあさんテープのり便利だよ。テープのりか。マイドット綾香さんオレンジのキャップののり懐かしい。ね、あんま見なくなったよね、最近。スティックのりの方が便利なんだろうな、多分。あのカピカピになったの取るの楽しかったけど、ベリベリベリって話。古代さん、ヤマトノリ。ヤマトノリか。ノンタン結婚しないの。ノンタンは俺のお嫁さんだよ。違うんだよ。あんま言えない事情があるんだよ、結婚できないの。のんたんが話していいよっつったら言うよ。ちょっとシャレになんないようなね、あるんだよ、いろいろ大変なんだよ。一筋縄じゃいかねえから。のんたん今日来ないの？のんたんアットマークかずみちの嫁さん、今月チョコ投げたから結構課金したから秘密にしとく。秘密にしとく？うん。のんたんでもね、一番ね、付き合う前が一番ね、あれだよ。一番俺に支援してて、付き合ってからはそうでもないかな。でも今月結構すごいくれたね。何月から付き合ったっけな？のんたん、カズさん、のんたん行こう。うん、のんたんは今月多いね、だいぶ、うん、のんたんアットマークかずみちの嫁さん、リアル課金してるじゃん W。 リアル課金つってもさ、あれはさ、あのデート代とかさ、あののんたんさ、まああんまかっこ悪いから言いたくないけどさ、あの電気代とかさ、光熱費とかクソ跳ね上がってるさ、飯をおごってるでしょ俺、うん、やめようぜ、金で揉めたくねえわ、クソだせえわ。あ、でものんたんね、あのおかずとか買ってくれたりとか、あの洗濯とかやってくれてるから。カズさん、なんかのんたん最近カズミチの家にいない。いや、2日トロさん、昨日眠れなかったツケが聞いてきたので。昨日寝れなかったツケが聞いてきた。うん、おやすみ。男と女が金で揉めるほど悲しいことはない。ハッチアットマークひねもすカズミチライフさん、リアル課金ワット。メロン酸菌で揉めるのが人間だよね。いや、俺のんたんの金の話は揉めたこと一回もないよ。一回もないよ。のんたんは金にうるさくなくて、あの全然もういい子だよ。金で揉めるほどね、くだらないことないから、人生。まあね、家賃は自分で出してるし。どうしようかな。乗り換えに行かないと。乗り切れた。私も共働きだから何払うか揉める。最後は勝つけどね。まあ女の方が強えよ、そこは、うん、てか女の方がしっかりしてるから、そういう部分に関しては支払いとかしっかりやるし。共働きだとね、そうだよね。まあでもがっつり稼いでのんたんの生活面倒見てあげたいけどね、早く。ちゃんと二人が住める家用意してさ、ご飯も食べさせてあげて。
プレゼントもたまにできるぐらいにはなりたいよ。和道と結婚してよかったって言わせたいよね。リリコばあさんサークルの集まりにペットボトルに水道水入れてきた男おったけど、引いてしまった。そういう時代なんだよ。でも俺だってさ、生活保護で飲みとか払えなくて悲しかったよ。やっぱ先輩とかがおごってくれてたけど、かっこ悪いなと思って。幸せになってほしいで。そうだね、幸せになんないとね。幸せにしないとっていうか、まあのんたんの幸せを願ってるよ俺は。のんたんアットマークかずみちの嫁さん、ペットボトルに水道水よくやる W。 のんたん家庭的だもんね。無駄遣い一切しないよあの子。本当に家庭的だよのんたんは。ワイドットあやかさん、私いつも水道水飲んでるわら。リリコばあさん、いやお金持ってるのよ。でも自分のお金使うのが嫌な人なのよ。あー、そういうタイプか。なるほど、はいはいはい。アットマークかずみちおしさん、エビアンに水道水ならバレない。そうそうそう、俺もそれよくやってたね。エビアンとか、そうそうそう、それはよく使える手だよ。のり買わねえとな。3月分これ終わらせよう。水道水普通に美味しいよ。日本はね、水道飲めるからね。のり買いに行こう。100均とコンビニどっちがいいかな。100円均一とコンビニどっち行く。みんなで一緒に行こうぜ。あ、バンテージくっさ、バンテージくっさ、あ、くっさ、あー、くっせえな。3日これバンテージって選択しないとやばいな。くっさくっさ、あー、くっさくっさ。剣道の匂いする。剣道部の。くさ、ゴルボさん、コンビニ。コンビニ行く？じゃコンビニ行こうか。古代さん、臭そう。W うわ、くせえ。3日練習したバンテージ、クソくせえわ。剣道部の匂いする。剣道部のあの剣道着って選択できないじゃん。ノンタンアットマークカズミチの嫁さん呼び替えば。それがさ、バンテージってこれ2300円もすんだよ。たっけんだよこれ。バンテージ2300円だよこれ。カズさん、ノンタンのバンテチルダジみたい。おう。ノンタンツイッターにさ、あのボンテージ欲しいって書いてあったから、クソ笑ったわ。仕事上がりにノンタンのツイッター見て、あ、ノンタン何つぶやいてんのかなっつったら、私もワドさんみたいにボクシングのボンテージ欲しいっつって。ボンテージは違うだろうと思って。クソエロい女だなと思った、うん。剣道部の匂いわかんないかな。あの剣道部って汗すごいかくじゃん、道着蒸れるじゃん。あれ洗ったらいけないんだよ。そう、ボンテージってあの峰富士子みたいな。バンテージだよノンタンつって、グヌヌってなってたよ。ノンちゃんのバンテージ全然、あの明日買いに行く。ノンちゃん一緒に行く。イサミピンクとかあるよ、オレンジとか女の子用の色あるよ。ファブリーズっていうか、これは選択したいかな。ちょっと、くせえ。なんとも言えない臭さ。その、男臭いっていうの。あ、汗の、部活の匂い。部活の臭い匂い。知っててボケたんじゃないんだよ。ピンクとかあるね。うん、じゃあ、一回コンビニ行きましょう、みんなで。お疲れ様でーす。おつでーす。ご覧の番組は、花火をくれた、ハッチひねもす和道ライフさん、カズさん、古代さんの提供でお送りします。はい、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。